久しぶりにさ YouTube にさ、はい、大阪府警がさあの山口県警の組事務所にさガサ入れする映像が上がっとったんだわ、最近、最近だよ。大阪府警本当にわからんっていうか、まんまそれは本当にわかりました。もうスーツ着て一応レカだから、で一応警察の帽子かぶってるからこっちは警察やってわかるけど、もう言葉遣いとか目つき所作ほぼ極道です。あれね、俺ね間違ってると思う、あのその動画見ながら俺ね間違ってると思った。この人たちも同じだと思う、結局ね捜査4課に配属された段階でおそらく同じ警察官だからと思って安心したらいかんと。おそらく見えない世界では同じ世界の人間や。だって俺言うでしょ、言葉にはね言霊が乗るんですよ、どう聞いたってヤクザさんと同じだもん。もうヤクザがヤクザの上に押し入ってる感じだもんもうまんまやろ、もう関西弁やから余計ですよ。そうもうほんとびっくりした。俺は間違ってると思う、あれはねやっぱり紳士的に行かないといかん。例えばそういうなんかいわゆるそのいわゆるこわもてない言い方をする以上の迫力がどうしたら出せるかというところに俺はね警察は考えてもらいたい。俺が天皇陛下にねなんか言いたいことありますかって夢の中でね天皇陛下に言われた時に、最近の警察間違ってると思いますって言ったでしょ、うん、やっぱね警察なんだから何もね極道さんにねレベル合わせなくてもいいんだって警察なんだからなぜ品を大事にしないかな、うん、警察庁長官にお話ししたいです、うん、やっぱあれはもう暗所人選確認してるんですよね、目つき悪くて。そういやあのねもうそのようにやっぱりこうなってんだな、なっていくんですかね、うん、だから自分は捜査委員会に配属されたらね四課のお前さんたち、あ俺もヤクザと同じなんだなと思われた方がいいですよ、同じ世界なんだな、立場が違うだけ、ね、だって自分がガサ入れする時のね動画見てください。それを見て何とも思わないと思うんですよ多分、うん、ね、何とも思わないというのが同じという証拠です。うん、違和感がない、違和感がない、ええ感じやんかこれらって多分そう多分そういうとやっぱ目つきが悪いっていう時点でそういうことですよね。だってさ目つきって変えられないよ、目は口ほどに物を言うって昔から言うじゃないですか。言葉はね取り繕うことができても目はそうはいかない、こいつ目が笑ってないとか言うじゃないか、ね、